ねえ、また小便したのか？マジかよ、ガキの世話は大変だとは聞いてたけどまさかここまでか？マジで寝れねえじゃねえかよ。とりあえず新しいおむつを履かせねえとな。少しでも放置すればお尻がかぶれるらしいからな。はぁ、え、おしっこ第2弾？てめえ子出しなんてせこい真似してんじゃねえぞ。俺のガキなら一発でドカンといけよ。育児でどうしようもねえから長期休暇取ってるが、もう防衛軍側から復帰しろってうるせえんだよな。だがまだ子とかも1ヶ月、普通の出産方法と違えからか、首とか骨とかはもうしっかりしてるらしいけど、ベビーシッター雇うか。だがそこらのやつを雇ったらさらわれる可能性がある。人身売買は治安の悪い国ではまだあるからな。下手に雇うのは危険すぎる。さすがにミルクを作んのは慣れたが、ここから離乳食とか飯にも気を使わねえといけねえって考えるだけでも頭が痛い。菌消毒で熱湯から冷ます時間とか、想像以上に手間多いし、ハウスダストとか気にしていつもより掃除には気を使うし、ストックの確認とか、温度管理、体調管理、汗をそのままにしないように定期的な手入れ。無理だ、考え出したら仕事できねえ。マジなんなの？シングルマザーマジでこれ一人でできてんの？嘘だー。どうした？この頃はまだ俺は育児をしていたが、割と限界を迎えていた。仕事と両立で頼れる奴がいないのは本当に致命傷だった。この経験から防衛軍に育児休暇を積極的に取らせるようにした記憶がある。男だろうが女だろうが関係なく子育てはしろってことだ。二人でやっとなんとかなる。一人は本気で辛い。いや、だからって防衛軍の拠点に連れてきたらダメだろ。うっせーよ、こっちは遊びじゃねえんだよ。人ガキに育児丸投げしやがって、それでも父親か、情けない。だいぶ参ってるな。やっぱり誰かに頼った方がいいんじゃないか。任せられる人がいねえんだよ。0歳児の赤ん坊の世話だぞ。しかも他人の、そんな面倒事を喜んで引き受ける奴がいると思うか。そうだな、米花も月花の育児で結構きつそうだしな。親父とお袋が一緒に実家で寝てるからまだマシだと思うけど、白鵬も実家に帰ったらどうだ。あんな堅物だらけの本家に子とかを連れて行ったら変な入れ知恵されそうだから嫌だね。こいつは月読み家とは関係ねえ。そもそも後継者争いから逃げたりだぞ。今さら戻れるかよ。そうだな。そうだ、シアーネ先生はどうだ。あの人は今自宅療養だと聞いた。別に体は元気だから暇で仕方ないって最近聞いたぞ。先生か。お前先生も結構嫌っていたからな。でも子とかちゃんのことを考えたら聞いてみるだけでもいいんじゃないか。別に嫌ってねえよ。ただ女で俺より強くて、偉いのが気に入らなかっただけだ。今は特にどうも思っていない。仕方ない、連絡してみるか。どっちにしろベビーシッターは雇うつもりだったからな。俺がことかちゃんを見ていてやるから電話してこいよ。ああ。じゃあね先生か。確か不審病との戦いでの後遺症で退職して今は後遺症による闘病生活をしていると聞いてはいたが。そもそも病院に頼んでいいのか、なんか申し訳ねえんだけど。珍しいわね、あなたから電話をかけてくるなんて。元気そうだな、闘病生活で苦しんでるかと思ったぞ。病気といっても風邪とか体調不良の類じゃないんだから、そりゃそうでしょ。オーラを使わなければ悪化はしないって専門の先生から言われてるから引退しただけ。そうか、今仕事とかしてるのか。自宅療養は守ってるわよ。今はちょうどお買い物の途中だから外にいるけど。じゃあ働いてないんだな。なら俺の子供のベビーシッターを頼めないか。そう、あなた子供できたの？全然報告なかったじゃない。いろいろ訳ありなんだよ。それで訳ありで母親は死産して今俺と俺の子供だけなんだが、今日から仕事復帰で子育てどころじゃねえんだ。金は払う。まだ一人暮らしなら俺の家で住み込みで頼む。防衛軍の仕事に復帰したらろくに帰れない状況を知っているだろう。ちなみにどの国に拠点を置くの？日本がいい。女のガキが平穏に暮らせることを考えたらな。別に他の国ディスってるわけじゃねえけど、やっぱり母国が安心すんだよ。仕方ないわね。ちょっと手伝いなさいよ。日本永住権、防衛軍経由で特別発行してもらうから。恩に着るよ。こうしてシアーネ先生にお願いして子とかのベビーシッターを長期の間、お願いすることになった。子とかさん、今日も元気ですねー。おい、子とかにわざわざ丁寧に喋らなくてもいいだろ。分かってないわね。子供は親の真似をする。普段から喋り方が汚いと子供もそれを真似するの。子供は親の写し鏡だと思って育てないと。育児経験ないくせに知ったように言うじゃねえかよ。あなたの代わりに育児交流会とか講習に参加して勉強したり、ママ友さんから色々聞いてるのよ。少なくともあなたよりかは知識はあるわよ。コトカとシアーネ先生だけ日本で生活してもらっていた。そのおかげでコトカと顔を合わせる回数が減ってしまったのは辛かったが、安心はできた。コトカ、大きくなったな。元気いっぱいだな。日本に帰れるのはせいぜい長期休暇の時だけだった。しかも滞在期間が1日からってか、長くても1週間あればいい方で、その間でコトカとできる限り関わっていた。
そしてそんな平穏と呼べる時期が10年近く続いた時、問題が起きた。いや、反省はしているさ。だが各国の重役との会合が多すぎんだよ。何がいいんだか、俺みたいなクソ野郎と話して。知ってる、頻繁に会合があるのはあんたが気難しくて面倒くさい男だって思われてるからよ。だから気を使って頻繁に打ち合わせ入るのよ。私が隊長してた時は電話でこと済んでたわよ。体悪いのは自覚してっけど、それでことかの参観日に行けなくて娘に嫌われるのは勘弁だぞ。もうあの子はそんな理由では泣かないわよ。最初こそはひどかったけどね。それで今度のことかさんの誕生日は帰ってこれそうなの。今度こそ行ける。いや、マジで、その日に予定入れたら組み潰すし、防衛軍内の人間なら闇討ちで殺す。そう言いながら一回も参加できてないじゃない。とりあえずシアーネ先生は準備しといてくれ。俺は速攻で日本帰っから。はいはい、もう30歳超えたんだからいい加減落ち着きを持ちなさい。シアーネさん、いますか？いますよ、ことかさん。お帰りなさい、今日も塾お疲れ様です。はい、シアーネさん。今回はことかさんの誕生日、お父さん帰ってこれそうだって。無理しなくていいんですけどね、お父さんも大変でしょうし、私はいつも通りシアーネさんと過ごせるだけでも全然大丈夫ですよ。最近つくづく思うのだけど、ことかさんの精神年齢が高い気がするのよね。まだ10歳なのにもう相手の都合のことを考えて自分を抑える癖ができてるし。10歳はまだ多少わがままで世間知らずなこと言ってる方が可愛らしいものなんですけどね。どうしました、シアーネさん。なんでもないですよ。でもやっと家族揃ってお誕生日会ができるのですね。すごく嬉しいです。私としてはお父さんはお父さんですけど、シアーネさんがお母さんだからきっと楽しいんでしょうね。そう言ってもらえて嬉しいわ。私もことかさんを実の娘だと思っていますよ。だから彼も私になしくない相談をしてきましたしね。高級ディナーじゃなくて屋台なのね。もうそんな若さでもねえだろ、お互い。それに日本に帰ってきたらまずはこの雰囲気に浸りたいんだ。おじさんみたいなこと言うようになったわね。でも私の母国は日本じゃないけど気持ちはわかる。ホームシックなのよね。いやー、あの白鵬から奢られるなんてね、長いこと生きてみるもんだわ。結局屋台では話さなかったわね。わざわざ大事な娘との時間を使ってまで私との時間を作ったのだから話したいことがあるのでしょう。今この時でも悩んでいる。これが正解なのかどうか。でもことかのことを考えて、先生のことを考えて、俺自身のことを考えて、その上で出た答えだ。聞くわ。本当の意味でことかの母親になってくれないか。ずっと考えていた、ことかの幸せを。ことかには母親が必要だ。父親の俺がこんなだからな。このままだときっとことかを悲しませるだけだ。それに最初こそは軽い気持ちでお願いした。だけど先生はこの10年間、嫌な顔せずにことかを育ててくれた。だけどその代わり先生の時間を奪ったのは確かなんだ。先生ももうアラフォーだろ。だからその残りの人生、ことかに使ってくれた人生、それらすべて俺が責任持って背負うと思っているんだ。なるほどね、白鵬の考えはわかったわ。答えはノー。そもそも人のことアラフォーって言うな。殴るわよ。殴ってしかも頭は静かにしてから言うなよ。ことかさんと一緒にいるのは最初こそお願いだったけど、今は私の意思。それに私はそんな乗り気じゃない。結婚なんて反対ね。別に私はあなたとことかさん、そしてことかさんの家族に入る気はないの。それはあなたが築いてきた絆でしょう。私はどこまで行ってもことかさんの育ての親。だけど実の親にはなれない。でもそれで十分じゃない。本物になる必要なんてない。だってそこには絆があるのだから。白鵬、あなたは別にこれ以上重荷を背負わなくていい。私なんて利用するだけ利用すればいいの。これ以上の市場はきっとあなた自身を傷つけ、そして枷となる。それでも母親が必要だと思うのなら、父親であるあなたが母親の分までしっかりしなさい。ことかさんの親は今あなたしかいないのだから。それに私、教え子は恋愛対象外なの。その中でも白鵬は私のタイプとはかけ離れてて場外ホームラン。アラフォーでも選ぶ権利はあるわ。やっぱいけすかねえ。どこまでも甘えと妥協を許さないんだな。変わってねえよ、あんた。本当、少しはことかさんを見習いなさい。あの子は本当にいい子でね。白鵬が防衛軍に入った頃に比べたらもうそれはそれは。あの子も父親になったのね。私との再婚なんて白鵬自身が嫌だっただろうに、それでもことかさんのことを第一に考えてる。大丈夫、今度こそきっとお父さんは帰ってきますよ。ことかさん、あさって、すごく楽しみです。
視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。